皆さんこんにちは。広島未来教師セミナー2の第4回の事前動画です。今回の内容は学級づくりの基礎です。子どもたちは学校生活の多くの時間を学級で過ごします。子どもたちは学級の他の児童・生徒との関係から学校生活そのものに大きな影響を受けることになります。 そのため学級をどのように経営していくのか教師が意図的計画的に考えていくことが必要です学級の機能としては次の5つが考えられます学習意欲を高め学習を推進充実させる機能自己肯定感や自己決定力などを高める機能 協調性を育む機能、共同性を育む機能、規範意識を育む機能。しかし、学級は初めからこれらの機能を持っているわけではありません。学級の良好な人間関係づくりが重要になります。そして、人間関係づくりには、教師の働きかけが大切になってくるのです。 この図を見てください。学級の人間関係づくりにはもちろん教師と児童生徒の人間関係づくりがあります一方で教師と児童生徒だけの人間関係づくりだけではなく児童生徒同士の人間関係づくりも必要ですクラス学級の中にいることが子どもたちにとって安心で安全であることまずは ここのことが必要不可欠です。さらにすべての子どもたちが教室にいてほっとする自分はいてもいい存在だ心地よいという環境であることも大切ですそのために児童生徒同士の人間関係づくりが大切なのです児童生徒同士の人間関係づくりに関する教育方法には 様々なものがありますここに挙げている4つはその代表的なものです詳しくはセミナーノート2を参考にしてください第4回のセミナーにではこの中の構成的グループエンカウンターを実際にしていきますそれでは皆さんセミナーでお会いしましょう